はい、皆さん、こんにちは。ギサと申します。本日は、晴天をつけ、第25話の予習解説をさせていただきます。と、前回でですね、完全にパリが舞台の話は終了となりまして、パリから帰国した A1 の物語がこの25話からは描かれてまいります。まあ、まだ何編っていうのが発表されていないので、もしかしたらまだパリ編のエピローグ的な形でですね、制作時は考えているのかもしれないんですけれども、まあ、帰国した後の話が描かれるということは確実でございますので、ノベライズ本を読んだ上でですね、本日予習解説という形で動画を 構成させていたただきました、えー、本日、ね、で6つの、えー、角度からお話しさせていただければと思うんですけれども、まず、ですね今回のこの第25話っていうのは、まあ、第25話から地続きで来週以降、もちろん日本での話にはなってくるんですけれども、ちょっと25は特別な、えー、構成になりそうでございます。それが何かというと、この25話は帰国した a、AH、一という切り口になります。 いや、当たり前だろうというふうに、まあ、思われるかもしれないんですけれども、これどういうことかというふうに整理するとですね、まあ、大政奉還含めて、えっ、ー、と、王政復興の大5例とか含めてですね、栄一が日本にいない間にいろんなことが起きたわけです。で、その中で今申し上げた、え大政奉還とか王政復興の大5例っていうのは、すでにもう青天のち県の中でも描かれておりますし、栄一も手紙で知ったという形にはなっておりましたけれども、そういった我々、えっ、ー、と、今この視聴者がですね、 その学校の教科書とかで習う大きな事象以外にも栄一の周りの人物、まあ、大切な人たち、千原島村は、まあ、そのまま平和にやっておりますけれども奇策、まあ、であるとかね小田川順中であるとかそして平九郎、今回、えー、がっつりと話出てきますけれども、まあ、その辺の人物たちが日本で栄一が日本にいない間に何が彼らに起きたのかっていうことをですね要は、また聞きするというかですね報告を受けるような形これが第25話になります。あの別に あの、杉浦から全部聞くっていう、えー、わけではないんですけれども、とにかく、その、一つ一つですね、こういうことが起きました。こういうことが起きました。これは吉野部に関しても、吉野部に関してはこういうふうになりましたってことをですね、順番に聞いていくという形になります。ですので、多分、 まあ今回も非常に優しい。歴史詳しくなくても全然問題がなく見ることはできるとは思うんですけれども、まあ、ちょっとそれで特殊な構成になりますので、まあ、パリから帰国したって形で新たな章に入りますので、一応その心構えでいればですね、まあ確実に混乱することはないだろうなというふうに思います。じゃあその A1 どういうことを話を聞くかってことで、まああのー、いろいろと多分、あの、飛び飛びで話は進んでいくと思うんですけれども、一応ちょっと分けさせていただきました。まず一つ目、やはり A1 と実質的にもう一人の主人公である徳川洋 慶喜についてまずお話しさせていただきたいと思います。 ヨシに関しては、場所を変えながら謹慎を続けているっていうのが、英一が聞く話でございます。まあ、ちょっと、前回、あの、ほぼほぼ出ませんでしたけど、今回もちょっとこうね、え痩、ー、せこけでひげズという形でですね、あのー、まあ、あまり覇気がない状態のヨシノでございますけれども、まあ、大阪でですね、えー、とに京都大阪にいますよというところから、えぇ、ー、鳥羽伏見の戦いで、えー、まぁ、あ、殺長同盟に、えれてしまって、 で、そこからですね、完全に形成が不利になってしまい、江戸に戻るんだけれども、江戸に戻ってきて、そのまま上野の寛永寺で謹慎という形になります。まあ、謹慎って今までもね、一回やっておりますけれども、まあ、謹慎という形でも完全にあの、こもっているという形なんで、まあ、もう将軍でもなければ、もう殿って呼ばれるような立場、まあ、もちろんね、あの、疲れてる面々はたくさんいますけれども、 言われるような、その、権力っていうのも、えー、一切ないという形になります。そして、上野の寛永寺からその後ですね、えー、水戸に一回移動する形になります。そして、水戸に一回行った上で、ここでも謹慎を継続いたします。なんですけれども、水戸藩の後継ぎっていうのは、後継ぎというか、水戸藩を取り仕切るのは徳川慶喜ではございません。 その辺の取り決めもあって徳川慶喜に関しては駿府に行くようにしてください静岡でございますけども静岡の駿府で、えー、行きなさいという形でですね実質的には命,命令が、えー、下される形になりましてですねでその後、まあ寸駿府に、えー、移動しますけれどもその駿府においてもですね1年以上の謹慎、えー、を継続するという形なのでまあ何て言うんだろうな 何も起きないっていう、ちょっと言い方してるかもしれないんですけども、まあ、何も起きないわけですよ。で、これを栄一が話を聞きます。で、実際の我々も、まあ、大政奉還までっていうのは、あの、要は、慶喜がねの、のセリフとして、一層のことを、祭り事を返上してしまおうかみたいな形でですね、頭キレッキレの慶喜が見えておりましたけれども、まあ、前回完全にほぼほぼ出てこず、慶喜どうなってんのっていうふうにも、我々視聴者も、えー、思っているような状態でございます。なんで、その我々が、慶喜どうなってんのって っていう今、思っている状況と a 一が日本に戻ってきて慶喜、あの吉野部どうなって,んのっているのと思っている状態っていうのが今、ほぼほぼ合致しているんですよ、なのでそれを今回、この25話で説明を受けて、なるほど、こういう中でもっとちゃんと詳しくは描かれてると思いますけれども、まあ、この時系列の流れの中でいろいろなことがこう肉付けされていくというのが慶喜、えー、の話、a 一が聞く報告事項という形になります。 で、次に、えー、奇策、順中平九郎ら。まあ、要は、千洗島村で時を共にした、えー、いとこらんでございますけれども、が、集結する形になります。まあ、ああの、冷静に考えてみればね、まあ、奇策は結構、その、もう、栄一とずっとにいい、一緒にいて、で、まあ、あいろんなね、軍を率いていたりもしますので、まあ、キレッキレで活躍しておりますけれども、順中は基本的には、あ今までずっと千洗島村に、えー、おりましたよね。で、平九郎に関しては、まあ、元々は、えー、まあ、 千原島村にいたけれども、まあ、養子になる,なる形に。 で、えー、江戸に出てきていたという形なんですけども、彼らはですね、集結いたします。で、集結してどうなんのってことなんですけれども、まず奇策のところから話を進めさせていただければと思いますけれども、奇策はですね、戸場伏見の戦いで負傷してしまうんですけれども、まあ、その後にですね、吉野部を、えー、吉野部のためにとか、吉野を追ってですね、江戸へ来る形になります。で、江戸でですね、まあ、薩摩に対抗する将棋隊というものを、えー、作る形になって、この将棋隊にですね、 そして小高順忠も加わる形になります。つまり小高順忠も一緒に江戸に出てくるという形になります。まあ、場面写真、このように公開されておりますけれども、将棋隊というものを作るという形になります。で最初は、先ほど慶喜のところで話出ましたけれども、上野の寛永寺に拠点を置くんですけれども、慶喜はそこから先ほどお話しした通り、水戸に移りますよね。でそれで その後にですね、つまり、えー、上野に陣取る理由っていうのはなくなるっていうこともあるんですけれども、まあ、分裂、まあ、分裂というか分散、えー、する形になります。で、北桜に関してはその後、新部軍と名前を改めて、まあ、埼玉県の今でいう反応に、えー、拠点を置く形になります。でですね、あの、北倉は、えー、このですね、反応に移動するんですけれども、上野に拠点を置いている 将棋体っていうのがゼロになるかって別にそういうわけではなくて、一部残っていたんですね。で、そこにですね、新政府軍があの攻撃をする形になってですね、うん、まあ攻め落とすと。 いう形になりますでそのままですねそのまま反政府というふうに、えーまあ、言われているとかレッテルを貼られているというかです、ねえー、面々である新部軍もそのままですね攻撃の対象となりまして新政府軍は反応にまで来て反応戦争と呼ばれるですね、えー、形で攻め込まれる新政府軍 VS 新部軍という形の戦争が起きる形になりますで新政府軍の方が圧倒的に強い中においてですねもう、えー、勝つことなどできないということでですね 逃げることになるというのが、えー、今回のこの奇策、小高順中平家老らの話という形になりますので非常に、えー、苦戦を強いられる慶喜、まあ、もねもう、えー、覇気のある状態ではありませんのでもう a 一がそのパリにいる間とんでもないことに本当にこうなっているということがですね順番に、えー、描かれていくという感じでございます。 で、この後、まあ、帰策に関しては、函館に行きます。で、小高順中に関しては、まあ、なんとかこう、あの、逃げまし、逃げて雲隠れをしてですね、えー、結果的には、まあ、ま、千荒島村に、えー、すぐではもちろんないで、戻ったらね、すぐあの、狙われておりますので、あれですけれども、戻るというような形に、えー、なります。じゃあ、そんな中、えー、平九郎はということなんですけれども、まあ、これも事前に、えー、今回平九郎が、えー、亡くなる回ですよってこともですね、えー、ニュースとかも出ておりますので、まあ、そこは歴史的にもね、その 事実の通りでございますのでそこで話このまま踏,、えー、踏み込んでいきたいと思います。今回、おそらくも実際このドラマ、晴天をつけとして絶対的に我々視聴者が一番感情移入するのは間違いなく平九郎の最後でしょう。ここに平黒おりますけれども でですね平九郎は先ほどの,その反応戦争で新政府軍が新武軍にこう、えー、攻め入ってきてみんなで逃げるんですけれどもそこでですね銃弾を受けてしまうんですねそれでは死にませんそれでは死なないんですけども銃弾を受けてしまってで、まあ、命かながら逃げるんですけれどもで逃,げた上逃げた末にですね一回、えー、ある、まあ、農民にでかくまっていただくというか、まあ、要は家にちゃんとこう隠してもらってそこである程度治療を受けたりですね、えー、落ち着くまで待つということができました。 なんですけれども、その後、また改めてですね、えー、外に出て、でえー、あの小越生、えー、これも埼玉県、小越生線っていうのがあって、越生駅っていうのもあや八甲線と小越生線にありますけれども、小越生付近で、 ばったりですね、その新政府軍と出くわしてしまう形になります。で、そこで出くわしてしまって、えー、まあ、そこでですね、結果的にはまた致命傷を負ってしまう形になります。それで死ぬことはありません。要はそこで銃で撃たれました、襲われました、死んじゃいましたではないんですけれども、まあ、致命傷を負ってしまって、で、ヘイグロ自身が、あもうここまでかというふうに、もう覚悟を決めてですね、そこで、えー、滑覆じ、ですね、こう、お腹を、えー、切る。 えと自害ですね、えー、するという形でですね自ら、えー、命を絶つという形がヘイクロの最後になります、まあ、非常になのでこう悲しい、えー、最後ですよねまあ自分で自ら最後決めるっていう形ではあるんですけれどもまあ今までのその何て言うんですかね悲しい詩 死ぬ瞬、この後死ぬんだっていう演出、なんとなくあの今までの大河ドラマでもあるじゃないですか、私なんか今、だから脳裏に何が浮かんでいるかっていうと、龍馬での、ね、佐藤健さんが浮かんでいたりするんですけれども、まあ、非常にだから今回、そのドラマとして、えー、悲しい面がですね描かれるという形になります。まあ、平九郎という、まああのー、平九郎の死というのはだから、いろんな側面で悲しみがあるわけでしょ、単純に今まで我々も、ね、見てきて親しみもあるから、その悲しいっていうのもあるし、 そもそも平九郎っていうのはもともとは千恵島村にいたのに結局その栄一がパリに行くことになったから養子という形で渋沢家に入ってきた結果ですねまあこれここにまあ従軍するような形にもなっておりますのであの実際今後これも描かれそうなんですけれども a 一にしても千代にしても私たちが悪かったっていう風に結構この後自責の念に駆られるというか 後悔をすするってていうシーンが、えー、出てきますもちろんもうしょうがないんだけどねそうなってしまったものはしょうがないんですけれどもなんで本当にそういった意味でヘイクロの死というのは非常に、えー、悲しく我々視聴者の心にも届くことになるでしょうでしかもほらあのおていとね、えーとまあ、結ばれるような形でですね抱き合っているシーンも、えー、以前にありましたけれども実際そのノベライズ本とか見てもですね、まあ、さあのおていっていうふうにちょっと言葉を残してですね、えー、死んでいくという形になりそうなんで。 いや涙なしには見られないというのはまさにこのことかなというような形のターニングポイントになりそうでございますはいもうそこが一番ですね今回に関してははいでもまだまだあります え、徳川秋武ですね。パリ、パリで使えておりましたけども、一応徳川秋武に関しては、え、一応必要といたします。まあ、まだまだ若い、えー、ので、やはりですね、その中で、パリという、その、今までね、自分たちが踏み込んだことがない土地でも、え、一応非常に頼りになりましたし、まあ、時折色々ね、相談とかもしていたわけでございますので、まあ、 日本に実際戻ってきて、慶喜のそばにですね、使えるっていう使命も現状将軍ではなくなったので、ないわけなので、やはり栄一の能力をですね、見越して自分のそばにいてくれれば自分自身もいろんな使命を、えー、課せられてはいるけれども、なんとかそれをこう、全うしていくことができるんじゃないかという形でですね、えー、近くに、えー、いてほしいということを依頼するんですけれども、まあ栄一としてはですね、まだ帰国してね、いろんな悲しい話とかも聞いて、まあ血洗島村にも戻んなきゃいけない場合によっては、慶喜には一回会って おきたいという形もあるのでノーというわけじゃないですけれども、まあ、要は今はまだという形で断るという形になりそうでございます。はい という形で、まあ、いろいろなことをですね、A1 は聞いてですね、えー、そこから、まあ、千洗島村へ帰還するという流れ、これが第25話になりそうでございます。まあ、場面写真だとこのようなものも、えー、解禁されておりますけれども、多分これはおそらく平九郎の最後とかをね、聞いた後の、えー、表情なんじゃないかなというふうに推測されます。推測なんで違っていたらごめんなさいね。まあ、多分そういう形になるんじゃないかと思います。で、一応第25話では、 ここまでが、えー、ノベライズ本等で描かれております。ちょっと今、手元にないんで、えー、とちょっと今、取ってきますけれども、えー、とこれですね、これ NHK 出版から出ているので、NHK の公式の、えー、ガイドブックですけれども、まあ、この中にですね、ちょっと文字はあんまりこう読み込めないようにいたしますけれども、まあ、実際ここにです,、ねえー、と第ここですね、第25話みたいな形でですねあらすじが書いてありますので、まあ、これを元に、えー、話をするとここまでなんですけれども、ちょっとですね、あのー、 前回の第24話も、あれ、ここ、今回描くのみたいなシーンとかがちょっと入っていたので、もしかしたらここに載っている第26話にも一部踏み込んじゃうんじゃないかなっていう、えー、ことも予想がされます。で、この後、a 一は一応、血洗島村に戻るという形になります。第26話では。で、血洗島村での、えー、出来事が26話は描かれます。で、その途中で、まあ、江戸からですね、 千代ら島村、まあ今でも深谷市でございますけれども、に戻る途中で、えー、浦和宿に一泊すると。で、その浦和宿で一泊しているときに、長七郎、満島新之介さん演じる長七郎と,とですね、えー、いろいろなコミュニケーションをするという夢を見る形になります。で、この夢がまたちょっと悲しい伏線になってくるんですけれども、まあ浦和で一泊してその夢を見て、でその後、えー、ちあら村に戻るというのが一応26話の冒頭で、こちらでは、えー、記載されております。だからもしかしかたらその辺 まだ話を踏み込んでいるかもしれないのでちょっと先出しさせていただきました。 で、あのー、中仙道がね、なのでまた、チアライジマバレに戻るときは話出てまいりますけれども、あの、私過去動画で、あのー、浦和宿中仙道の、あの、番外編動画もアップしておりますので、もしお時間ある方はそちらの動画とかも、えー、楽しんでいただければと思います。まあ一応このような感じですね。なので、あとは、放送終了後に復習解説、ちゃんと映像を見た上での解説動画をアップさせていただきますので、えー、合わせてお楽しみいただければ幸いです。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、